おはようございます。黒バラ軍団の高太郎です。本日のターゲットホールは安田前橋店さんです。入場抽選の結果、約90名様くらい並びの中、僕の番号は73番でした。朝一の立ち回りなんですけれども、前日の下見、そして過去の傾向からバジリスク絆に候補台を絞ってあるので、抑えることができればまずは絆から、そして抑えることができなければ状況把握をしながらゾーン狙い、天井狙いで立ち回っていき、前日ジャグラーシリーズなどの A タイプに強い候補台がありましたので、今日も強いようであればその辺の後詰めも視野に入れて立ち回っていこうかなと思います。本日も勝ちにつながる立ち回りができればと思いますので、よろしくお願いいたします。ございます、よろしくお願いします。結構パチンコの北斗無双行っている方多かったですね。あ、姫いる、ちょっと抑えときますか。でももうちょっと見たい、ガッくん見たいんですけど、どうしようかな、まあ、ちょっと一旦キープしてちょっと周り状況確認しに行きます。北斗の拳転生の章が全台出目変わってますね。なのでガッくんチェックできないですね。で北斗の拳友が、あ、友も全台変わってますね。完全対策されてます。いやー、これちょっと難しいかもしれないですね。結構いつもランダムリセットなことが多いんで。前日465ゲーム目のサラリーマン番長が現在63ゲームで、まあ、前兆から研修行ってるんで、まあ、リセットですね。今番長この台も29ゲームそして41ゲームで両方とも研修行ってるんで、サラリーマン番長は全台リセットの可能性がありますね。時々はやはり早いですね。10ゲーム3ゲームで3ゲーム5ゲームで当たってるんで、まあおそらく今日も全台リセットじゃないですかね。全台リセットが多そう。窓巻きも今60ゲームでこの台も早い段階で当たってるんで、リセットの可能性が非常に高いですよね。店内入店して朝一状況を確認していたんですけれども、まあ、お客様の流れとしてはやはり、バジリスク絆が早々に満席になりまして、まあ、その他の騎士でいうとセイントセイヤ、そして、ミリオンゴッド神々の凱旋、あとは魔法少女マドカマギカですね、そのあたりから埋まっているという状況です。でリセット状況なんですけれども、おそらく今日に関しては、まあ、前回までとは少し違ってリセット傾向が強いのかなと思います。バラエティコーナーに関してはちょっとまだ把握できてない部分が多いんですが、まあ、3大構成以上の機種に関しては、まあ、リセット傾向が強めかなと思うので、まあ、そういったことを意識して、まあ、立ち回っていこうかなと。でまずは、吉宗極みの姫アイコンの台があったので、その台から打っていこうかなと思います。はい、この台は126ゲームまで回して、まあ、当たり手なのでやめて他に打てる台探しに行きたいと思います。はい、この赤き命は桜のごとくなんですけれども、現在ノーボーナスゼロゲームなので、まあ、この台リセットされていれば 25% で、まあ、鬼浜のように赤点モードに移行するので、まあ、少しリセット確認の意味も込めて打ってみたいなと思います。はい、この台は24ゲームで、まあ、チャンス面を引いたんですけど、まあ、もう何もないと思うんでやめたいと思います。
い、このオッサラリーマン番長なんですけれども、現在当日ノーボーナス387ゲームでやめられている台で、サラリーマン番長に関しては仙台リセットだと思うので、この台を400ゲーム台のゾーン狙いで打っていきたいと思います。はい、今回は438ゲームでやめて他に移動先下がっていきたいと思います。はい、このオス番長3なんですけれども、現在当日ノーボーナス360ゲームで、ベル回数が44回という台、まあ、おそらく番長3に関してもリセットだと思いますし、まあ、仮に背置きだったとしても、まあ、前日558ゲームハマっているので、まあ、この台天井狙いで打っていきたいと思います。なんで、まあ、50% 以上なんですけど、80% あるんじゃないですか。いや、いこか、まあ、合計に、まあ、50% ループ。
17枚です。22ゲット目です。ノリオとのバトルです。なんか引いた。いや引いてないです。ああでも勝ちました。さあ番長ボーナスです。バナナ番長ボーナスです。ラップ40%、赤7ゾロイ。あーどうでしょう。あー残念、あっちだ。これは揃うでしょう。はい、さあ揃えていただき、残忍速です。トータル2823枚です。で1つストップですね。はい、トータル24セット2986枚です。25セット目です。ここでレアヤス。はい、トータル26セット3154枚です。はい、今回は、まあ、ベル対決も紹介しましたし、引き戻しのもう前兆もないので、ここでやめて他にベル対探しに行きたいと思います。魔法少女マドカマジカ2の島なんですけれども、まあ、朝一立ち上がりちょっとボーナスも軽めで怪しいかなと思ってたんですけど、まあ、いよいよ怪しいですね。これ前代系であっても全然おかしくないんじゃないかなという挙動をしてます。1台以外はもう全部プラス域になってますね。はい、この魔法少女マドカマジカ2なんですけれども、まあ、まだそこまであまり回転数は回っていなく、まあ、約1000枚ぐらいですかね、プラスという台です。で、魔法少女マドカマジカ2の島が、まあ、全体的にかなりの高挙動で、まあ、前代高設定と、言えるんじゃないかなと思いますので、今回設定狙いで打っていきたいと思います。
最高のボーナスでは150万円の獲得です。まあ、残念ながらマイカラッシュには繋がらず、僕はここで見届けさせてもらうよ。僕はここで見届けさせてもらうよ。まあ、キスしたですね。強敵です。強敵から赤7ビッグボーナス、ビッグボーナス。はい、今回もマイクからアッシュはナスケ150枚獲得です。契約してくれる気になったらいつでも声をかけて。契約あーすいません。チャンス目 A です。1ゲームですね。264枚です。キュッペイ。まあ、僕自身あまりサンプルが取れていないので、まあ、特に強い挙動というのはこの間には出なかったんですが、まあ、周りはまだいい挙動をしている台がありますし、もう少しじっくりと判別して打ちたいっていうのはあるんですが、まあ、明日の仕事の都合上、まあ、これ以上打ってしまうと、まあ、今500ゲーム手前で、まあ、最悪のケース、後期体質の台を捨ててしまうという可能性もなきにしもあらずなので、まあ、ここで今日は実戦終了して地玉を流してしまいたいと思います。回収が2717枚でした。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですが、朝一はゾーン狙い、天井狙い、そして最後は高設定狙いと立ち回り、序盤にオス番長3で展開もよくまとまった出玉を得ることができ、勝利することができました。本日に関しては抽選番号も悪く非常に稼働率が高い中でやれることはできたんじゃないかなと思います。本日の結果ですが、投資が450枚、回収が2717枚、サマイがプラスの2267枚でした。次回以降も勝ちにつながる立ち回りをお見せできればと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。番組を最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。